皆さんこんばんは。酷暑の夏、皆さんいかがお過ごしでしょうか。今回はそんな夏にぴったりな心霊写真の数々を紹介していきたいと思います。では早速参りましょう。旅行先の旅館にて、これは私たちが箱根の旅館に泊まった際に撮影したものです。綺麗な夜景をバックに撮影したのですが、写真を見返してみたところ、背面のホテル窓に映ってはいけないものが映り込んでいました。これは一体何なのでしょうか。それでは早速ご覧いただきましょう。幸せそうなカップルに歩み寄る恐怖。写真後方のホテル窓際をよーく見ると、専門家曰く邪悪なものではないとのことで危険性はないようですが、見られて撮影主の家に住み着いているとのこと。廃校の学校。これは廃校になった小学校へ遊びに行った時に撮影しました。この年に廃校になるとのことで、記念に一般の方も入れるように公開されていたのですが、何やらこちらの世界以外の方もいらしていたようです。鑑定のほどよろしくお願いいたします。早速見ていきましょう。これはトリル君ですね。多分飼い主に置いてかれて暇でついてきたようですね。悪意はありません。ただ遊びたかっただけっぽいので。以上、次。遊園地にて。はじめまして。僕たちが大阪の遊園地に行った時の記念に撮りました。一日とても楽しんだ後、退場する時に撮影したので、その楽しさにつられてきてしまったのではと思っています。危険なものではないかどうかだけでもコメントいただけませんでしょうか。楽しいひとときに忍び寄る恐怖。こちらをご覧いただきましょう。二人の後方に、そこには存在しないはずのもう一つの手。まるで自分の肉球をこれ見よがしに見せつけているようなこの手は、悪意はないものの置いていかれた悲しみが込められています。家に帰ったら思う存分なでなでしてあげましょう。家族写真。今回最後の投稿になります。これは去年のゴールデンウィークの時に家族で撮った写真です。久々に集まったということで、この日は遅くまで飲んでいたのですが、その時から何か嫌な雰囲気を感じていました。この後家族で具合が悪くなったり、良くないことがありました。とても危険な様子を感じますね。心してご覧ください。やっぱトリル君やないかい。大丈夫、別に怖いもんとかじゃないから。具合が悪くなった家族は、飲みすぎたんじゃないの。知らんけど、酒は飲んでも飲まれるなって言うじゃん。多分それを伝えるために来たんだよ、トリル君。なんだよ、無心霊写真って。もう全部作りもんじゃねえか。もうふざけんな、もう。いかがだったでしょうか。今回は、怖そうで怖くない心霊写真をお送りいたしました。まあ全部フェイクなんだけどね。しかしこの世の中には科学では説明のつかない不可思議なことが存在しています。番組では引き続きそういった心霊写真をお待ちしております。また今回ご紹介した写真の中で、あれ本当に写ってない？などといったコメントはご遠慮ください。投稿者が怖いので、いやマジ怖いので、やだやだ。それではまた心霊特集でお会いいたしましょう。